どうも、寺子です。加藤純一 with 後輩のマインクラフトエンダードラゴンへの道みたいな、見終わって、で、まあちょっとコロナの影響で、まあ今回合併号になったジャンプを、まあ今からリアルタイムで見て感想言いながら、まあ、最後までやるっていうのをやろうかなと思います。最初は、第1話ですね。新連載ボーンコレクション、ちょっとまあちょっと飛ばし気味に、飛ばし気味に、なんか最後の方ちょっとあれだね。ああ、まあ確かに面白そうな、ボーンコレクション第1話ちょっと面白そうだけど、これからですね。はい。で、鬼滅の刃203話、あまたの指、水ということで、いいわ、ちょっ、やっぱ展開はすごいな。これ布石なんだよな。かまど炭治郎自らの布石なんだよな。説得力の塊だよな。よい。これ、こういう流れなんだ。努力は報われるとかそういう類なんだよな。優しさは返ってくるみたいな。これ最後に性格で勝つって最高じゃね、これ。いや、鬼滅の刃は、もうこの時点で今週号の1位ですね、アンケート。間違いない。これは間違いない。これは間違いない。この展開はいいわ。いやー、だって、ないでしょ、今まで、この漫画において。ラスボスが、引き止めて、周りのみんながこう、手助けするみたいな。はあ。すげえな。私を置いていくな。お前何者なんだよ。
次号最終回。次号最終回。いやーすげえ。すげえ、すげえラストだこれ。あー面白い。面白いわ。面白かったわ。間違いなく今週5は1位。うん。次、最終回はすごいな。伝説になっちゃったな。本当に。ワンピース第978話、飛び六方登場。飛び六方。飛び六方な。DS ドレーク。ということで次、森キング。モリキング終了、ドクターストーン Z148 地球の開拓者たち。いいですね、最強オールスターの扉へ見開き。いいね、かっちゅういな、これは。僕のヒーローアカデミア、ナンバー269、3人で。
なんかすげえ面白くなってきてる、すごい。で、チェーンソーマン来た。結局サンタクロースというのは誰だったのかということだったんだよな。本当にミスリードうまいよな。おお、なんだこれ。ちょっと待った。理解が追いつかん。面白いね。面白いけど今週はさすがに鬼滅の刃だ。っていうかむちゃくちゃだなこの漫画。すげえ楽しいな。うん。で配給。これ第何話？配給は何話でしょう。391話、思い出なんかっていう。うん。まあ実際今が一番面白いっていうのはよくできた漫画だからなんだよな。次、僕弁問156、機械仕掛けの親指姫編6。親指姫編長いよね。やっぱリズルートが基本あったのかもしんないな。わかんないよね、本当は何ルートだったか。まあ
で、マッシュル。マッシュル第13話、マッシュ・バーンデッドと疑えない男。マッシュはね、面白いっす。だからまあ、多分化けるよなとは思うけど。で、アクタージュ。アクタージュは、シーン110、宣伝。面白い。なるほど、こっちのパターン。やべえ、痛いやつになってる。すげえ痛いやつになってる。元から痛いやつだったのが。ということで、次、呪術廻戦100対104は渋谷事変。22話まで行ったんだ、渋谷事変。はぁ。面白。いいね。面白いな。どっちが敵かがわからない。駆け引きだから。で、なぜか撃っちゃうっていうね。
アンケー2、アンケー2です。呪術廻戦はアンケート2 かっこよすぎるだろ、この技はやばいな。次、ブラッククローバー、ページ248、ラック VS スベンキン。ラック、これラックがまた表に出てくるのがいいよね。いや、ラックは出てくるのか。いいね。あ、これはいいよね。やっぱブラッククローバーも、ブラクロ3位の可能性あるな。夜桜さんちの大作戦。三玉石セキュレイティ、くつろぐ。いや、面白いじゃんこれ。いや、これ結構高レベルだな。やっぱ新しいキャラ出てくると違うな。アンデッドアンラック、アンデッドアンラックだな。アンデッドアンラック、いや、いい漫画だろうけど。ゆらぎ荘のゆうなさん204、ゆうなさん見るということで、過去編に入る感じ。魔女のこれなんだっけ、守り人。で、アグラビティボーイズ、モニカ来週。で、終了と。で、最後は、まあ、そうですね。鬼滅の刃はカラーでやって、のは正解でしたね。正解。ということで、次回完結、関東から。ちょっと待って、本当にクライマックスなだけで完結ではない、どうだろうな。だから関東カラーで完結ってあれじゃん、スラムダンク以来じゃん、完結だったらね。
最終回なのかどうなのかな、すごい気になるのは。はい、そうですね、今回見せていただいた、週刊少年ジャンプ2020年ナンバー21-22合併号、アンケート1、鬼滅の刃、アンケート2、呪術廻戦、アンケート3位、チェンソーマンということでチェンソーマンただ好きだから3位になったぐらいだな今回は。はい、そんな感じです。すごい楽しかった。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回あれば。これ次回は5月11なんだ。まあそうですね。やっぱりちょっとね、まあコロナの関係もあるからゆっくりやっていったらいいんじゃないかなって思います。それが大事なことかな。あとは家にね、こもんないといけないから。ということで、ご視聴ありがとうございました。失礼します。